はい、皆さんこんばんは、生命記です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はまたいつもの焼き鳥と筑前煮の、晩酌になりました。昨日はケンタッキーのフライドチキン食べたんで、ちょっとカロリー取りすぎたんで、今日はこんな感じで軽めの晩酌っていうことにしてみました。では飲み物、アサヒさんのドライゼロノンアル、こちらをプシュッとこう開けて、よいしょ、たらシュワシュワと、あんまりシュワシュワ言わないですけども、こんな感じで注いで、で焼酎、中身は大五郎入ってます。大五郎をこんな感じで軽く注いで、これでよいしょ、軽くかき混ぜて、これでいただきたいと思います。シュワシュワ、おーシュワシュワいいですね。では今日も一日皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。ではシュワシュワで乾杯、しばしばいただきまーす。うん、あ、冷たくて美味しいですね。ちょっと寒いですけどもちょっと寒いですけども、やっぱしばしば欠かせないですよね。一年中しばしば飲みますからね。ではこれでまた軽くかき混ぜて、で一回ちょっと置いときます。では七味、まず七味を軽くこうかけて、おお、こんな感じですね。でわさび、私塩の焼き鳥にわさびつけて食べるの大好きなんで、ちょっとわさびちょっと出しとこうかな。あ、ちょっとお皿のこの辺にちょっとこう落ちてるかになっちゃうか、よっほい、ちょっとこれ出しといて、でこれをちょっとこうつけて、ちょっとつけようかな、あ、ちょっとつけすぎたかな、まあいいや、これでいただきたいと思います。これはスーパーで買ってきた焼き鳥です。手前から桃ネギで、真ん中のこれが頭かな、で最後これもう一本がレバーですね。これが、桃ネギ、カシラ、レバー、この3本買ってきました。タレの焼き鳥も美味しいんですけども、タレの分ちょっとカロリーあるんで、タレの焼き鳥は塩の焼き鳥買ってきました。あ、裏側あんまり焼けてないな。一応魚焼きグリルでまた焼き直します。魚焼きグリルで焼き直すと美味しくこう焼けるんで。では焼き鳥いただきます。わさびが効いて美味しいですよ。あ、シュワシュワで、ではお次はまたいつもの野菜サラダ、これも今日も自分で作った野菜サラダです。で利権さんの癖になるうま塩ドレッシング、
今日ちょっとサラダの量が多めなんで少し多めにかけて、でエバラさんの玉ねぎのタレ、これも軽くかけると美味しいんで、よいしょ、これでいただきたいと思います。ではまたいつものトマトからいただきたいと思います。最近お勤め品のトマトなかなか買えなくて、これでもまあなるべく安いやつ探して買ってんですけども、うん、トマト高いですからね。で、サラダチキン、今日のサラダチキンはこちら、プリマハムの、サラダチキン、国産鶏肉使用の、スモーク、これにしてみました。スモークのサラダチキン美味しいですよね。これそのままこのスモークのサラダチキン、このままおつまみにして食べてもカロリー低くて、ああいいと思います。うん、今日はサラダにのせてますけども、このままおつまみにして食べれば、あのスモークチーズとかだとカロリー高いんでしょうけども、サラダチキンなんでスモークでもそんなに、ピントが合ってないですね。ほんとすぐピント合わなくて、あ、これで合ってないか、あ、ピントきました。ではもうピント先輩なかなか仕事遅くて、ではいただきます。このスモークのサラダチキンでウイスキー飲んだりとかしても美味しいでしょうけど、うん、サラダにも合いますよ。じゃあこれもシワシワで、富士山、おお富士山綺麗ですね。やっぱり結露しないんで、今夏場と違ってやっぱ綺麗に見えますね。ではシュワシュワいただきます。じゃあまたノンアル、私この350のノンアルこれ1本にこれ大五郎、これ220ml 入るのかな、これ1本これ入れて飲んじゃいますからね。350のノンアル1本に220の25度の焼酎1本、結構なアルコール度数で飲んでるんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうね。まあ、9% とか 12% とかそういう酎ハイとかもありますけども、結構効きますじゃあちょっとシュワシュワシュワ軽くいただいて、ではまた七味をこう軽くパパッとこうかけて、でこちら卯の花ですね。いつものまああの藤子さんのおかず畑おばんざい小鉢の卯の花、これしっとり感アップって書いてありますね。しっとり感アップしてるんでしょうか。で、カロリーがこれ1パックで、43キロカロリーあります。まあ高いっていうほど高くはないですけども、おばんざい小鉢のこの中では卯の花のカロリーちょっと高めなんで、切り干しとかの方がカロリー低いんで、カロリー気になる方は切り干しとかもいいと思います。きんぴらとかもあります。ではちょっとこう混ぜ混ぜして卯の花いただきます。若干しっとり感アップしたのかな、ちょっと食べ比べなきゃ分かんないかな前のやつを食べ比べないとちょっと分かんないですけども、でもやっぱりしっとりはしてますよ。
で優しい甘みがあって、ちょっとやっぱりでも卯の花なんでちょっとパサつくんで飲み物飲まないとちょっと辛いですね。うんうん、お通しサイズでちょうどいいんですよこれ、うん、毎回言ってる気しますけれども。では、お酒、これ日本酒、あの月桂冠さんの辛口を紙パックのやつを小分けにして、これで冷やして冷酒にしてます。卯の花にやっぱ日本酒合うと思うんで、今日は和食の晩酌なんで、まあ大抵焼き鳥も筑前煮も合うと思うんですけど、じゃあちょっといただきます。うん、まだまだ冷酒美味しいですよ。まあ、うちの方青森明日明後日あたり雪マークついてたような気がするんですけど、どうなんですかね、雪降っちゃうのかな、初雪。まだ青森市内はまだ雪降ってないんですけども、明日あたり雪降ってまた寒くなったら嫌だなどうなんでしょう。まあ寒くなったらまた今度は熱燗でね日本酒いただくのもいいんでね。うん、冷酒で辛口でキリッとして美味しいです、うん、ではお次はじゃあこれ食べようかな。みかんこれ前にお勤め品でもう一袋で300円もうすごいいっぱい入って安く買ってきたやつまだ残ってたんで、これいただいてもうみかん食べてビタミン C 補給して風邪予防にね、インフルエンザとかも怖いんでビタミン C しっかり食べて、うん、あ甘くて美味しい、うん、昔はうちもみかん箱で買ったもんですけども、箱で買うと下の方傷んで腐っちゃうのあんでね、あんまり箱買いしなくなりましたけども。で、果物に合わせて、カナディアンクラブウイスキー、これいただきたいと思います。みかんにウイスキーどうなんだろう、あんまりみかんにウイスキー合わすって聞いたことないですけども、ちょっと他にウイスキーに合いそうなのが今日ないんで、あ、サラダのスモークチキン、サラダチキンでもよかったかな合わすの、うん、でもまあみかん食べた後なんで、これでいただきたいと思います。うん、あ、みかんの甘みとこのウイスキーのこうほんのり甘い香りも合います。うん、うん、毎回言ってますけどもカナディアンクラブってちょっと電気ブラウン風なこう香りっていうか味して美味しいですよね。うん、私ちょっと電気ブラウンみたいな、まあ電気ブラウンの方もが甘みも香りも強いんですけども似てるなって思って飲んでます。うん、でこう香りがちょっとこう柑橘系の香りにこう変わる感じっていうんですかね、なんでちょっとこうみかんとかでも全然合います。うん、うん、美味しいですよ。ではお次は筑前煮、レトルトの筑前煮、いつもの、山崎さんのだしが自慢の筑前煮、鶏肉の旨味で根菜を丁寧に炊き上げましたってなってますけども、これいただきたいと思います。私この筑前煮好きで、うちの動画で何回ももう紹介してますけども、一袋あたり111キロカロリー、これもカロリー低いんで、もう昨日のあのケンタッキーのフライドチキン、
なんだっけ、あのオリジナルチキンを2ピースと、あとクリスピー2ピース食べて、カロリー計算したらそれで735キロカロリーでしたっけ、そのぐらいカロリーあって、いや、やっぱカロリー高いですわ。で七味で、コールスローだの、あとちょっと寂しいんで他にもこう おつまみつけたりしたらもう1000カロリー超えちゃいまして、昨日はちょっと昨日はカロリー取りすぎたんで、今日はもう軽めなの筑前煮で晩酌いいかなと思って出しました。ではごぼう、ごぼう太いごぼうですねこれ。じゃあごぼうから、ごぼうの香りがいいんですよ。レンコン、あーレンコンが、レンコンが逃げちゃいました。レンコン、タケノコ、あ、今日のタケノコちっちゃいな。タケノコ、いや、この筑前煮ほんと美味しいですよ。この筑前煮と、あの山崎さんの同じシリーズのもつ煮込み、もつ煮込みの方もカロリーそんなに高くなくて味噌味で美味しいんで、あれもおすすめします。ではまた月桂冠さんの辛口で。よいしょ。もう今日はもうね、もう日本酒に合うつまみばっかりなんで、日本酒でねいただきたいと思います。やっぱ辛口うまいっすよ。いや、甘めのこうどっしりしたこう香りも強い日本酒も美味しいんですけども、やっぱり辛口、やっぱ辛口いいですよね。もうスルスル飲めちゃいますよ本当に。キレがあって、美味しいです。では、お次はどうしましょう。お次これ1個食べましょうかね。なんか海鮮のっけ巻きみたいなの、あのカッパ巻きの上に、あのなんかこうカツオじゃねえや、マグロのたたきとなんかエビとかとびことかこう乗せて作ったこうちょっとこう巻物のお寿司ですね。最近こういうのをよく見かけるようになりました。のっけ巻きとのっけ海鮮巻きみたいな感じで、なんか最近よく売ってます。これちょっと1個いただきたいと思います。ではちょっとお醤油を上からかけていただこうかな。ちょっとうまくよいしょ。でこのお醤油垂らしたところにわさびをこう乗せて、よいしょ、わさび、私わさび好きなんでわさびたっぷり乗せて、よいしょ、あピント、あピントきました。ピント先輩今いい仕事しましたね。早かったですね。これでよいしょよいしょ、いただきたいと思います。どうでしょう、とびっこ乗ってこのマグロのたたきと、あとエビ、これ甘エビでしょうね、乗っかってこんな感じですよ。ではこれ一口いただきます。
結構ねボリュームはあります。うん、これもやっぱ日本酒ですね。ね、あのマグロのたたきがうまいですよ。うん、でとびっこがプチプチっとこうしていい食感です。うん、あーなんかもう酔っ払ってきちゃったな。なんか日本酒が回ってきちゃいましたね。うん、ではまだ動画の尺まだ大丈夫だと思うんで、じゃあもう一口焼き鳥、あのもっとこうバクバクこうね食べるようなこう動画の方が面白いのかもしれないですけど、私ちょっとずつ食べる派なんで、もう焼き鳥一本バクバクってこう食べて豪快に食べるようなそういうね晩酌動画が面白いのかもしれないですけども、なかなかもうカロリーとかそういうの気にしつつちょっとずつ食べて飲んでっていう晩酌なもんで申し訳ないですね。ほんちょっとずつねいろんなのを少しずつ食べながらっていう晩酌になってます。では頭の焼き鳥いただきます。ああ、コリコリとまではいかないですけども、なかなかこう歯ごたえのある食感で、で脂もほどほどに乗ってて、うん。もうお肉食べてるっていう感じがすごくして、これも美味しいんですよね、頭。では頭はシュワシュワかな、頭の焼き鳥にはちょっとこうシュワシュワで、あ飲んじゃおう、おかわり作って。焼酎も結構ね25度の焼酎も350ml のあれで飲んじゃうんで、もうこのぐらい半分入っちゃいましたからね、結構な量すでにもう飲んでます。私あの量が飲めないんですよ。量あのよくあの 500ml とかのこうあのビールとか発泡酒とかこう何本も飲む方いますけども、私ああいう感じで量は飲めないんですよ。量が飲めない代わりにこう度数高くして飲むっていうそういうスタイルです。ではまた筑前にいただきたいと思います。ちょっとずついろんなのこうね順番に食べながら、あ鶏肉いただきましょうかね。鶏肉は毎回2切れ入ってます。まあこのくらいの大きさの鶏肉2切れ入って、鶏肉もよく味が染みてますよ。でこんにゃく、で椎茸、あごぼうも一個、すごい太いごぼうですよこれね。ごぼうをいただいて、美味しいですよ。ではまたさっきの日本酒の残ったやつちょっといただいて、
せっかくなんで、まあ焼き鳥レバーも食べて、よいしょ。レバー、これ豚のレバーなのかなと思うんですけど、牛レバーかな、鶏のレバーではないような気はしますけど、でも豚のレバーともちょっと違うのかな、もしかしたら牛レバーかもしれないですけども、なかなかあの生のこう豚、あの牛レバーってスーパーで売ってないんで、あのレバニラ炒め作るってなるとどうしても豚のレバーになっちゃうんですけども、これは牛のレバーなんだろうか、どうなんでしょう。ではちょっといただきます。もしかしたら牛のレバーかもしれないですね。やっぱりこう味がちょっと豚のレバーとは違う気がします。あのお肉っていうかレバーもこう厚みあったりしてボリュームあるんで、では今日のところは動画の方はこの辺で締めさせていただきたいと思います。あとはあの動画かなんかね見ながらまた晩酌の続きゆっくりしていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。やっぱりこう最後までこう晩酌やって動画撮った方がいいんですかね。私この動画見たりとかしながらゆっくり晩酌したいんで、他の方のこう晩酌動画見るともう晩酌だけしてて音楽も聴かないし、ね、動画も見ないし、まあ、私アニメ好きなんでアニメ見たりするんですけども、そういうのもしないでただ晩酌してるって感じ、それもねちょっと寂しいんでね、やっぱりお酒飲みながらこうね好きなアニメとか面白い動画とか見ながら晩酌したいんで、見てる方は中途半端に感じるかもしれないですけども、これからねこの残ったつまみをちびちび食べながら、お酒ちびちび飲みながらね好きなこう動画とか見ながら晩酌するっていう形でやってます。では最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画アップすると思いますんでよろしくお願いします。晩酌こうダラダラやってるとこ編集して短くしてっていうのも需要あるのかな、どうなんでしょう。編集するのも大変なんでね長くなると、まあでもちょっと考えておきます。ではちょっとねまたこれしわしわ軽く飲んで今日のところは失礼させていただきたいと思います。